どうも、さっさんです。今話題のこちら、Apple iPhone 16シリーズ、もう発売からね、数日経ちまして、結構届いたっていう方多いんじゃないでしょうか。僕はですね、無印16と、プロもね、一応注文したんですけど、プロはね、10月頭になっちゃうっていうことで、まあ、まだ届いてないんですよね。どうですかね、皆さんこの16シリーズ実際に使ってみて。まあ、やっぱりね、今回の目玉機能といえば、一つは来年日本でも対応予定の Apple Intelligence。で、もう一つは端末右側に追加されカメラコントロールですよね。僕はね、このカメラコントロールすごいいいなと思って、まあ、デジカメライクに使えてね、すごい気に入ってる機能で、16 Pro が届いたらね、僕今メインで Galaxy 使ってるんですけど、そこから乗り換えてね、じっくり使ってみて、また長期レビュー動画も、出したいなと思ってるんですけども、で、今回の動画では一旦その16シリーズの機能とかについては置いといて、ケースとかアクセサリーについてね、ご紹介したいと思います。僕ね、この16の開封レビュー動画の中で、トーラスのiPhone ケース2種類とガラスフィルムもね、2つご紹介したんですよ。ただやっぱり iPhone16 開封レビューね、メインでしたかったので、その紹介ちょっと駆け足になっちゃったんですよ。なので今回の動画で改めて iPhone にね、おすすめのアクセサリーじっくり紹介していきたいなと思います。非常に魅力的な製品なので、まだケースとかフィルム決まってないとか、他のアクセサリーも気になってるって方、ぜひね、最後までご覧いただけますと幸いです。ということで早速やっていきましょう。はい、ということで早速やっていきたいんですけども、今回ご紹介するのが、まず iPhone16 シリーズ用のケース2種類、そしてガラスフィルム2種類。まあ、これはね、開封動画の中でもご紹介したので、改めてっていう感じですね。そして、こちらの充電器とマグセーフモバイルバッテリー。これはね、開封動画で、紹介してないやつ、この動画でね、ご紹介したいと思います。はい、じゃあまずはケース2種類なんですけども、右側のね、この半透明で黒っぽいタイプ。これは O スタンドスピンっていうケースになってます。まあ、見た目はすごいシンプルなデザインではあるんですけども、高級感も感じられるような雰囲気で、米軍のミル規格に準拠して作られているので、耐久性もバッチリですね。で、実は僕この O スタンドスピン15 Pro でもね、使っていたんですよ。16用はこの縁がね、ちょっと弧を描くような、丸みを帯びた形状になってるので、よりね、持った時に手にフィットしやすいような感じになってますね。もちろんね、15用は角張っていて持ちにくいとか、そういったことはないんですけど、どっちかというとね、この16用の方が手に馴染むかなとは思いますね。ちょっと一回ね、iPhone つけた状態でも、見ていただきたいんですけども、こんな感じになります。で、このケース最大の特徴はというと、やっぱりこの背面のリングですよね。このリングのおかげで iPhone を操作するときに、しっかりとね、ホールドできるようになるので、まあ、落としにくいっていうこともありますし、このリングは360度回転するようになってますので、まあ、指で挟むんじゃなくて、指を入れてね、もっとしっかり持つっていうことも可能になってます。もちろん手で持つためだけじゃなくて、スタンドとしても使うことできますので、まあ、横向きで動画を見るときとか、縦向きでもね、立てておいて、まあ、デスクの上にね、iPhone を立てかけておくなんていうことも可能になってます。しかもこれリングを収納すると普通にね、マグセーフアクセサリー、充電器だったりとか、そういったものを使うことできるんですよね。僕ね、15 Pro でこのケース使い始める前までは、こういう別でね、マグセーフで取り付けるリング、使っていたんですよ。ただこのリングってどうしてもね、一生つけっぱなしにするってことはできないじゃないですか。まあ、例えばですね、マグセーフ充電したいとか、撮影でね、iPhone 使うときに、こう自撮り棒みたいなやつマグセーフでつけたりするときあるんですね。そういったときどうしても取り外すことになっちゃって、で、取り外したこのリングをね、忘れてきたりとかなくしたりよくあるんですよ。でもこういう風にケースに内蔵していることによってそういったリスクなくね、使うことができるっていうのはかなりメリット大きいなと思いました。で、15 Pro のケースからの改良点としては、まあ、3つありまして、まあ、カメラ周りのね、デザイン変わってるっていうのはちょっと置いといて、それ以外の3つ。まず1つがさっき言ったね、このエッジ部分がちょっと丸みを帯びてるっていうこと。で、2つ目はカメラコントロールボタンの周りがね、こういう風にくり抜かれているっていうことですね。もちろんね、これがないと、せっかくね、新しい機能追加されたのに使えないということになっちゃうので、まあ、そこはね、安心して使うことできます。あと、この穴がね、ボタンより少し広めになってるので、操作がしにくいとかそういったことも一切ありませんでした。で、最後3つ目がちょっと気づきにくい部分ではあるんですけど、このボタンがですね、独立したパーツになってるんですよ。このケース本体とは。どういうことかというと、ちょっと一回 iPhone 取り外して見ていただきたいんですが、これがね、15 Pro 用のケースですね。このね、ケース本体とボタン部分がくっついてるんですね。この古い方は。なので、こう押し込んだ時に、ちょっとムニッという感覚があるというか、だから操作しにくいとかっていうまではいかないんですけど、ちょっとムニッとした感覚があったんですね。それが16用のケースでは、このケース本体とボタンがね、それぞれ別になってるんですよ。これ指で動かすと、こんな感じでね、わかりますかね？ボタンだけ動いてますよね。これは電源ボタンだけじゃなくて、反対側の音量ボタンとかアクションボタンも同様の作りになってます。これによってね、ケースを iPhone に取り付けた時のボタンの押し心地が若干ね、良くなってるんですよ。これ地味に嬉しいポイントだなと思いました。ちなみにですね、僕、ガジェット系 YouTuber という職業柄、もう16用のケースいくつか触ってるんですけども、こういう風にね、独立した作りになってるケース、今んとこね、トーラスのやつしかなかったです。はい、続いてこちらが、Oスタンドスピンフュージョンっていうケースですね。これさっきのケースとどう違うのかというと、一番の違いとしてはデザイン、見た目の違いになってます。さっきのはね、ちょっとシンプルで高級感ある感じだったんですけど、こっちはね、ちょっとカジュアルな、可愛い雰囲気のケースになってますね。今手元にあるのはミルクティーっていうカラーなんですけど、これ他にもね、色を選ぶってことは可能になってます。機能としては、Oスタンドスピンと同じくね、この背面の回転式のリング搭載してますし、カメラコントロールの部分ね、切り抜かれてたりとか、ボタンについてもね、これ独立したボタンになってるので、かなりね、押しやすいような感じですね。強度についてはどちらも米軍ミル規格に準拠しているので、落としてもね、ちょっとや外じゃ iPhone 壊れないような感じで、がっちりね、守ってくれるんじゃないかなと思います。どうですかね、好みの問題かなと思うんですけど、僕はね、ちょっとシンプルな感じの方が好きなんで、Oスタンドスピン派ですかね。こっちはちょっと可愛い感じなんで、なんか女性とかにぴったりなのかなと思います。はい、次にトーラスのガラスフィルム2種類ね、ご紹介したいと思います。右側、オレンジのフレームの製品がグラスゴーウルトラ、左側がグラスゴーエアっていうものになっていて、ウルトラの方が一応ね、上位モデルっていう位置づけなんですよ。で、僕ね、16開封レビュー動画の中で、こっちのね、エア実際に貼ってみたんですよ。今ね、ディスプレイに貼られてる状態なんですけども、どうでしょうか？これガイドフレームが付いてるので、iPhone 本体に取り付けるときめちゃくちゃ簡単で全くずれないし、内側に気泡とかホコリっていうのも基本的にはね、入れずに誰でも簡単にね、貼れるような感じになってるんですよ。じゃあ今回ね、ちょっともったいないんですけども、一回このね、ガラスフィルムを剥がして、前回使わなかったこのウルトラの方をね、改めて貼り付けてみようかなと思います。で、やり方なんですけども、まずね、この付属のウェットティッシュですね。これでディスプレイのホコリとか、汚れ、皮脂とかをしっかりきれいにして、その後乾いたクリーニングクロスで、水滴を拭き取ります。そしたら仕上げにこのシールですね。これで画面についているホコリをね、こういう風に取ってください。それが済んだらこのガラスフィルムをね、こう上にガバッとかぶせます。はい。このガイドフレームのサイズがね、本当に iPhone ぴったりになってるので、全くね、ずれないっていう感じ。じゃあこのプルって書いた持ち手部分を引っ張ります。はい。で、その後に、このね、手前の枠、ここをね、こうやってなぞるんですよ。はい。もうね、なぞる前からもう貼り付けられてはいたんですけども、一応ね、マニュアルとしてはここをね、なぞるっていう感じになってます。ディスプレイ部分は、触らないように気をつけてください。はい、もう上の方までね、貼られてますね。一応ここに、気泡っていうのは入ってるんですけど、これはね、後から押し出します。はい、じゃあガイドフレーム取り外します。よいしょ。今真ん中と左下の方にね、ちょっと大きめの気泡が入っちゃってるんですけど、こういうね、ヘラが付属しているので、それを使ってね、この気泡を押し出します。はい、どうでしょうか。今ね、気泡を押し出してみた状態ですね。これね、めちゃくちゃ綺麗に貼れましたね。やっぱり一切ずれてないし、中に気泡もホコリも、入れずにね、貼ることができました。本当に確実にやりたいっていう人はお風呂場とかでね、もう全く周りにホコリのないような環境でね、やるのが一番だと思うんですけど、僕の部屋ね、ちょっとホコリあるんですよ、ここは。でもそれでもね、もう全くね、ホコリ入れずに簡単に貼ることできました。このグラスゴーウルトラとエア、若干ね、2種類値段違うんですけども、どっちもね、非常に貼りやすいね、作りになってます。全くね、ずれずに、ゴミとか気泡入れずにね、貼ることできるようになってます。その分ね、値段がちょっと一般的なフィルムよりは高いかもしれないんですけども、絶対に失敗しないし、一応ね、これどっちも2枚入りに、なってますので、友達とか家族とね、一緒に買って1枚ずつ使うみたいな感じでもいいのかなと思います。はい、じゃあ今回最後に充電器とマグセーフモバイルバッテリーご紹介したいと思います。実はね、今回の中でこれがね、一番僕楽しみだったんですよ。USB 充電器って今ね、本当にたくさんいろんなメーカーから、発売されてるんですが、これはですね、ちょっと今までにね、ないような感じで、はい、こちらがトーラスフレックスラインというね、充電器なんですけど、まあ、一般的な充電器と違う点っていうのは、このね、後ろの部分に USB ケーブルが内蔵されてるんですよ。しかもですね、これ、巻き取り式になっていて、はい、こんな感じで必要な時に引っ張り出して使うと。これね、なかなかないですよね。これ多分トーラスしか今のところないんじゃないかな。これいいね。まあ、自宅で使うっていうのももちろんそうなんですけど、外で使う時によりね、便利そうな感じですよね。もうこれだけあれば、ケーブルなしでスマホ充電したりとか、タブレット充電したりとか、そういったね、感じで使えるんですよね。まあ、ただね、これ充電の、ね、ワット数に関しては最大 40W なので、まあ、例えばノートパソコンとかそういった時にはちょっとパワー不足かなとは感じますね。あとこれケーブル内蔵してるのでちょっとしょうがないかなとは思うんですが、 40W にしてはそこそこね、大きさはあるかなっていう感じですね。なんか重さはね別にそんなにないかもしれない。一応重さ測っておくと 123g ですね。まあ、123g で 40W の充電器とケーブルがセットになってると。一応タイプ C 端子もう一つあるので、ケーブルもう1本あればね、2つのデバイス同時に充電することは可能ですね。他のメーカーから内蔵バッテリーが入っていて、モバイルバッテリーとしても使えるみたいなやつも一応あるにはあるんですけど、そうなるとどうしてもね、バッテリーの重量が加算されてしまったりとか、あとはね、この内蔵ケーブル自体もね、そういうのってほとんど伸びないんですよね。これはね、結構長さあるな。今測ってみたら、この付け根から USB 端子の先端まででだいたいね 70cm ぐらいありました。例えばカフェとかでね、ちょっとスマホ充電するとかタブレット充電するとか、そういう場面でね結構重宝してくれそうな感じですね。ただこれ素材がね結構テカテカ素材なので、バッグとかにねポンって入れておいたら結構傷はつきやすそうな感じはありますね。まあ、白だから目立たなそうな気もするんですけど、傷がついちゃうのはまあしょうがないかなっていう感じかな。はい、じゃあ最後がミニマグパワーバンクというね、モバイルバッテリーですね。まあ、iPhone やっぱりね、せっかくマグセーフで充電できるので、こういうの一つあるとね、結構便利ですよね。よいしょ。お、すげえ、これめちゃくちゃ薄いぞ。すごい薄い。マグセーフモバイルバッテリー、今までいろいろね、触ってきたんですけど、その中でもダントツで薄いかも。8mm ぐらいかな、厚さ。めちゃくちゃ薄い 5000mAh のモバイルバッテリーですね。これも一応重さ測ってみましょうか。112.3g と、まあ、実測値なんでもしかしたらスペック交渉値とは、違うかもしれないんですけど、結構ね、軽いんじゃないかなと思いますね。それとこのマグセーフくっつく部分っていうのが、本当にこの上のね、ギリギリになってるので、プロシリーズとかでも普通にね、いけちゃいますね。このカメラのね、枠に干渉してしまってうまくくっつかないとか、そういったことはないです。で、さらにこれマグネットの磁力がめちゃくちゃ強いらしいんですよ。あ、確かにね、結構強いかも。もうバチッとね、くっつく感じ。こんな感じですね。あ、もう全然ね、落ちる気配なく、もうしっかりね、くっついてくれてますね。で、表面の質感、これはね、結構高級感ありますね。さっきの充電器とはまたちょっと違うような質感になっていて、結構かっこいいな。で、端の方には現在の充電残量を示すね、ランプが搭載されてまして、下のところには充電用の USB Type-C があると。で、注意点としては、これね、充電速度はそんなに速くないですね。ここに 18W って書いてるんですけど、これはね、有線で、使った場合の最大出力になってます。ワイヤレス充電の場合は、最大 7.5W。iPhone だとね、5W かもしれないですね。外で充電するときもこの速度めちゃくちゃこだわりたいという方にはね、あんまり向かないかもしれないんですけど、ただね、そもそもマグセーフ充電って、こう、ペタってくっつけておくだけでいいんでね、なんかあんまり速度気にしなくていいのかなと思うので、このスリムさとか、軽さ、そこがいいと思うという方は全然ありかなと思います。はい、ということで今回は iPhone16 シリーズ向けのアクセサリー紹介でございました。今回紹介したものね、すべて概要欄にリンク載せておきますので、気になったものぜひね、チェックしてみてください。ということで今回以上でございます。次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。